トミー・ジョン手術を経て、そしてさらに育成契約を経て帰ってきました3年ぶりの1軍マウンドの大峰雄太。立ち上がりから150キロというスピードボールも出ました。三振スタート、いいボールでしたね。まあ、1人ランナー許しますが、山川もゴロに抑え、立ち上がりゼロでスタートします。一方ライオンズはここまで3勝6敗というまだ乗り切れてない高橋コーナー。高橋の立ち上がりは1番の角中をショートゴロに打ち取るところからスタートしました。まあ、ツーアウトを取ってマーティンも抑え、三者凡退のスタートになりました。2回のロッテです。4番の安田、いや高校へ打球結構伸びましたが、栗山がファインプレー。あーこれね、大きかったですよね、このプレーね。それから今日ライトに入ったスパンジェンバーグもこのいろいろな打球に対して好プレーを見せます。このプレーはですね、高橋光太の序盤を助けました。大見は2イニングまでよく勝ったんですけれども、はい、3回にランナー2塁1塁で金子がこれバントヒットになりました。これでノーアウト満塁ですね。ピンチを作って、そしてバッター栗山、打席目もヒットを放ってますが、これは1・2塁間を破るヒット、2点タイムリーで先制ライオン。ちょっとこの回カウントも悪くするのが目立っていた大峰、さらにこの後ノーアウト2塁1塁から外崎送ってワンアウト2塁3塁、バッターは山川を迎えます。ここの投球はどう見ましたか。まあ、真っ直ぐ勝負なんですけどね、甘く入った、まあ、でも山川選手もナイスバッティングですよ。バックスクリーン右横へ山川のホームラン第19号のスリーランが出まして、5対0とリードを広げます。ライオンズは4回でもスパンジェバーグのスリーベースでワンアウト3塁、そして9番の源田、高めを振り抜いてこれが決まりながらもライト前ヒット、タイムリーヒットで6対0。源田は今日3安打の活躍でした。大峰が捕まって3回、4回、そして高橋コーナーの方は、まあ、ここワンアウト1塁でマーティンを迎えますが、この打球もセンターへのフライ。高橋コーナーの方はこう回を追うごとにちょっと良くなった感じがありますね。ストレートも、ね、強くなってきたんですよね。安田の打球もレフトフライ。ここまでノーヒットという千葉ロッテ、フォアボールランナーが1人出ただけ。大峰は5回です。まあ、すでに6失点はしてますが、この回栗山、これはセンター加藤翔平ファインプレー。もうスーパープレーですね、これね。まあ、ただここで先頭を取ったんですけど、この後結局ツーアウト2塁1塁としてバッターメキアです。この打球はセカンドが止めますが、さすがにホームは厳しい。まあ、ランナーにも当たって、これはセカンド内野安打、タイムリー内野安打で7対0。さらにこの後ツーアウト満塁で中村武也を迎えます。中村右打ち、これセカンドゴロ。大峰は今日5回7失点という3年ぶりの一軍登板でした。6回、千葉ロッテは長野が登板です。ライオンズはワンアウト1塁でバッター栗山拓実、また追加点、これはうまく打ちましたね。打球伸びたんですよね。左中間を破るタイムリーツーベース、8対0。さらにこの後ツーアウト2塁1塁でバッター山川、高めを捉えてレフトへのタイムリーヒットで9対0。大量点のままロッテ打線をノーヒットで抑えているような高橋光成、6回です。佐藤俊也もこれは強い打球だったんですが、この先がよく抑えました。ファインプレー、いいプレーですね。さらに角中2アウトからですが、これもセカンド、6回までノーヒットノーラン、ピッチャーの高橋光成。7回になって本人も試合後は意識してましたと言ってました。こう7回のノーヒットですが、ワンアウト1塁から安田に今日初めてのヒットを打たれました。まあ、マーティンフォアボール与えた後のこの安田のヒット、ついに1安打6本。この後1・3塁になって井上ですが三振。高橋コーナーはこの後ゼロに抑えましたね。この後しっかりね、まっすぐ投げ切ったんですよね。まあ、ずるずるいかなかったところをね、本人もこれは良かったと言ってましたが、ゲッタの好プレーもありまして7回無失点でした。
9回は斉藤博正、8回には武隈が投げて抑えていました。斉藤博正はフォアボールではランナーを結局返す形になります。まあ、井上が内野ゴロを間に、ダイソーの和田が帰って、ロッテもやっと1点返します。一生報いる形。そして加藤翔平はランナーを置いてましたが、ここはセカンドゴロでゲームセット。9対1で埼玉西武ライオンズがこの3連戦の頭を取りました。高橋光成が4勝目、大峯雄太は負け投手、久々吹き飛ばは負け投手となっています。加藤さん、はい。